ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がアウディ RSQ8 2021年式6600キロこちらの車両になります。ちょっと間が空いてしまいました。はい、どちらにお出かけでした？アメリカの方に行かせていただきまして、ね、はいはい、つい一昨日かな、本当ですか、戻ってきて、はいはい、そのまま撮影なんで、はい、あの完全に時差ボケしております。あ、時差ボケしてるんですか、はい、何時間違いますか、今日、時差が17時間ぐらい、16時間、はい、ちなみに今日朝1時から起きてます。夜の1時から夜1時から起きてます。本当に、はい、ちょっとだいぶあの怪しいんですけど、怪しいできる限り提供していきたい。大丈夫ですか、はい、あのできる限りお伝えしたいと思います。ですか、はい、もうちょっと怪しいところあったら、うん、こいつ時差ボケだなと思っていただければ本当に、はい、なんかあの横文字がネイティブになったりしない？なってないです。あ、そういうのは大丈夫、はいはい、そうですか。でまず今回 RSQ8 ってことなんですけど、はい、初ですよね、ボンドさん。初じゃないですか。あのドレスアップしてるのはね、そうですね、大宮店とかで、はいはい、何度かご紹介させていただいたかもしれないですけど、はい、車両紹介ではついに初という、初というかもう車がないですよね、これ。あ、そうなんですか。そうですよ、多分今市場で今日現在多分3台か4台ぐらいしかないと思います。あ、そんな感じなんですね。そんな感じです、はい、じゃすごくレアな。そうですね、すごくレアです。すごくレアです、はい、これおなじみのところで言うと兄弟車が結構あるじゃないですか、はいはい、タイエンもそうだし、はい、ウルスもそうだし、兄弟車のばらつきはちょっと恐ろしくないですか。そうですね、はいはい、なんかその辺もあるんで、その中からするとちょっとこう、はい、影が、まあ、薄いというか、うん、はい、ちょっと控えめなところ、まあまあね、まあ、車のキャラクター的にもそうだし、はい、まあ、車 の, その市場の流通量的にもちょっと控えめなところ、うん、ただ今回予習したらめっちゃいい車なんですよ、やっぱり車はね、はい、やっぱり金額に見合った内容だと思います。だって新車が2000万円ですもんね。まあそうですね、1900後半ですよね。1000でオプションつけていくと2000超えてますね、はい、なんで悪いはずはないですけど、はい、あのすごくいい車、ちょっとその辺をお伝えしたいと思います。まず今回オプションも結構ついてるということで、はいはい、カーボンとあと黒くなるパッケージの、はい、カーボンブラックパッケージですね、まあ、これすごい、これも絶対ついてないダメです。あの僕もすごい重要だと思います。はいはい、で今回このボディカラーもデイトナグレーパールエフェクトということで、はい、色も良くないですか。そうですね、はい、アウディの、まあ、人気のカラーですね。でこれがこのカーボンの色とか、うん、このブラックアウトにめちゃくちゃマッチしてるんですよ、はい、そうですね、はい、でこれあの皆さんご存知のところだと思うんですけど、はい、明るめのこのボディカラーにすると、はい、このグリルの枠の存在感がやばくないですか。そうですね、はい、ちょっとねあのなんて言ったらいいですかね、カールおじさん感が出ますよね。はい、ちょっとおやおやおやっていう、はい、まあ、ちょっとその特徴的な部分でもあるんですけど、はい、すごくこう主張しすぎかなと、はい、しすぎちゃう部分もあるんで、だそれ今回このカーボンのパッケージが入ってるんで、はい、同系色というか、はい、そんな感じになってすごくまとまりがいい、はい、そしてこのフォーリングも全部黒くなる、はい、パッケージなんですよ、ね、あとここもカーボンになってるんで、はい、ここもスタンダードがマットシルバーでしたっけ、はい、シルバーかな。そうですね、はい、なのでかなり主張が激しいんですけど、この辺カーボンになってると今回のこのグレーのボディカラーと相まってすごくまとまりが、はい、Q8 に限らずアウディの RS 系は絶対そのカーボンパッケージは絶対入ってた方がいいと思います。全然見た目違いますよ、ね、全然違いますし、その中古車市場でも価格帯がもうちょっと違ってくるので、これはもうかなりおすすめの装備になります。そんなのも今回ついてる、はい、そしてヘッドライトの方はおなじみのマトリックス LED ヘッドライト、はい、こちらが標準装備になると、はい、これがあの2段になって、はい、ちょっとよりこう照射範囲が細かくなってるということで、はい、でこれ光り方もめっちゃかっこいいんですよね。ちょっと今回押していいですか。はい、ポチッ、ビビビビビビ、これ良くないですか。これ多分アニメーションのコーディングでやってると思います。あ、そうなんですか。そうです、はい、これ標準でついてないんですか。標準ではないと思います。なるほど、はい、今回コーディングしちゃってこれが動くようになってると、はい、こういうのなんかすごく先進的だし、はい、ちょっと真面目な車作りなんですけど、はい、ちょっといいなっていう、うん、ちょっとね、エモいポイントだなってちょっと思いました、はい、そしてあとはボディが、まあ、他の兄弟車もそうですけど、はい、でかい、なんと全長が5メートル、はい、全幅が2メートル、2メートルですね。そして全高が1700ということで、はい、まあ、もう他の兄弟車もそうですし、まあ、GLS とか、はい、あの辺と思いっきりもうバッティングしてくるサイズかなと、はい、でアウディってなんか僕の勝手なイメージですよ、はい、456ぐらいが主役かなって勝手に思ってるんですよ。はい、456、はい、456、はい、でも78ってそのちょっと僕の中では少しこうアウディのこの主役からちょっと外れたところだと思うんですけど、車はめちゃめちゃいいんですよね、うん、A8 もそうだし、7もそうだし、はい、Q8 もなんかちょっとこのアウディのギュッて
詰まってる感じが逆にすごく大きなボディって、はい、また別のところのバランスで成立してるなっていう、うん、だ多分その今までの流れの寝落ちの悪さがすごい印象の悪さにつながっちゃってると思うんですよ。すごいいい車で新車もいい価格するんですけど、やっぱりベンツとかそういうの比べてみると寝落ち感が昔ってすごかったじゃないですか。でそれ多分すごい評価を下げちゃってると思いますね。ただ RS とかその役付きのモデルに関しては割と高価格も維持されてる。そうですね、はい、今なんかはそういうのが維持されているので、はい、やっぱり評価はもっと上がってもいいんじゃないか。 今でも上がっていいと思います、はい、あとはこの全体的なデザインも他のと全然違うですね、やっぱり、はい、なんかこう筋肉質な感じしません？すごい。何ですか筋肉質。すごくこうギュッてこう。あ、そうですか。大きいんですけど、締まってる、締まってる、締まってる感じで、はい、なんかこうウルスみたいにこうトゲトゲしてかっこつけてる感じじゃなく、はいはいはい、もうすっごい車真面目なんですけどすっごい筋肉質な感じ。あ、体脂肪率 5% ぐらいの感じ ね。体脂肪率確かに少なくめな感じますよね。はいはい、フェンダーもそうだし、なんかこう全体的なラインに関しても、はい、なんかこうすごい筋肉質な感じを感じました。そして足元の方が23インチが標準ということ で、はい、でホイールも3種類あるんですよね。そうですね、はい、シルバーとグレーとブラックということで、今回はでも出た当時23インチ標準ってすごい結構皆さんびっくりしてた。いやもう今でもびっくりです。今でもですね、はい、23インチ標準ということで、はい、あの RS6 とか RS7 も22が標準でしょ。そうですね、はい、だから結構こうとんでもないことを割と先駆けてやってきてさらっとやってますよね、はい、で今回はこの天面がポリッシュなんですかね、はい、とブラックのバイカラーのホイール、はい、23インチでサイズの方が 10.5J かな、はいはい、こちらの4本通しになっております。そしてあとは RS アダプティブエアサスペンション、これ標準装備ですので、はい、まあ、モードに合わせてオールロードだったらプラス 15mm、はい、そしてダイナミックだったらマイナス 40mm、はい、そして、まあ、リアになりますけれども荷物の積み下ろしなんかだと、はい、マイナス 65mm まで、はい、まあ、状況に応じて、まあ、あらゆるその車高の高さを可変できるようなサスペンションがついていると、はい、だとキャリパーの方も RS の一番でっかいやつ、そうですね、アウディワーゲン系列で一番でっかいやつ、ね、一番ですね、はい、テンポットのやつが、これあれなんですよね、埼玉県が誇るブレーキ企業あけぼののキャリパーですよね、はい、あ、そうなんですか。そうです。あ、それは後ろ見るとあけぼの体験ですよ。あ、そうなんだ。でもこれいろんなあのウルスとかもそうだし、いろんな車種に使われてるんで、そうなんですよ、この形のこれあけぼののブレーキでございます。ちょっと行ってみたいな、はい、そしたらあけぼのブレーキの行こうよ、はい、ブレーキでございます。あれちょっとあの工場見学行けたら最近ちょっとコロナとかもあるんでなかなか工場見学系が行けないんですけど、まあ その辺も行けたら行っていきたいな、はい、そしてあのオプションでもカーボンセラミックが、そうですね、カーボンセラミックが入っている入ってないっていうのがあるんですけど、これあのちょうどこれを買い取りをするときに、あ、これ参考にならないかもしれないですけど、ちょうどその買い取りで北海道のディーラーさんにいたんですよ。でこの買い取りの話をしてて、でどうですかカーボンブレーキ入ってないのってどうですかって言ったら、やっぱり東北の方とかあっちの方は逆に入ってると困っちゃうって言ってました。え、なんでですか。ブレーキ効かないみたいなんです、カーボンでも。あったまんないからですか。そうそうそう、今でもそうなんですかって話したら、いや今でもやっぱりそうですって言ってました。まあ、これはちょっとついてないからこそちょっと今使えるコメントなんですけ ど。じゃあちょっとその使用する温度帯というか、温度帯でも効きの差が、効きの差ありますし、まあ一応もうこれで十分使えますってことだったので十分以上です。いや、まあ以上だと思うんですけどね、はい、一応ちょっとね。そしてこれブレーキのこのバックプレートもこの穴が開いてたりとか、はい、ちょっとその考えられたデザインになってるんですね、はい、こんなのもついてると。あとはその黒くなるパッケージが入ってるんで、はい、ミラーも黒くなって、はい、窓枠も黒くなって、枠ですね、はい、ただこれちょっとこれ僕はどうなのかなと思ってしまいました、はいはい、私でもそれはね、カイエンとかもポルシェ系もそうですもんね、はい、あの2000万円する車、はい、で特に今回の車パッケージ入ってて、はい、素地のパーツほとんどないじゃないですか、はい、でここ唯一こう素地が残っちゃってるんで、はい、ちょっと浮いちゃってるかなと、はい、小島チェック入りました、はいはい、でこれもここで切れててここまで、はい、こうグロスバックになってれば多分あんまりここは気にならないと思う、はいはい、だここ結構面積大きく、あの素地のザラザラなので、はい、ちょっとここはあの僕的には塗りたいなと。塗りたいな、はい、まあ、反射もあるんで、まあ、こっち側ともかくこっちの外側だけでも、うん、結構でもツッチーがこう喋っててあの撮影してる車あるじゃないですか、で商談とか問い合わせとかあるんですけどすごい反響あるんですよ。あ、本当ですか、はい、塗った方がいいのって言ってですか。いやいや、もうあの言ってる通りやってくださいって。本当ですか、はい、ぜひお願いいたします。、まあ、もちろん全然あの純正ですからバランスは悪くないと思うんですけど、はい、僕はちょっと個人的に避難しました、はい、
そしてあとは全体的にこの直線のラインが多いですよね、はいはい、だからその辺がすごくこうみっちり詰まった体脂肪率ちょっと少なめな感じを、うん、はい、で後ろもなんかこうブリスターフェンダー風にこう、はい、なってるじゃないですか、はい、それもなんかすごい SUV なのにちゃんと RS が成立しているところから、うん、そして後ろも23インチ、当然4本通しですから、サイズの方が295、35、23がこちらが装着されてます。でフロントテンポットなのにリアは片押しなんですね、はい、リアもあけぼのさんですか。リアは分かんないです。分かんないですか。ただアウディってもともとその RS Q8 だけじゃなくてフロントはしっかり強化するけど、リアは片押しってパターン的に多いですよね。はいはい、多いですね。 TTRS もそうだし、うんうん、はい、なんでまあこの辺本当に車の真面目なその作り、はい、もうそのビジュアル的なものを求めてないんだなっていうのがちょっとその辺現れてるかな、はい、そしてあと後ろに回っていくとこの辺もしっかりグロスブラック乗ってるんですよね。そうですね、はい、余計なんかそのミラーのがちょっとミラーのがね、はい、だと後ろも、はい、これ後ろもあれですか、じゃあコーディングされてて、はい、ビロビロビロってなる感じですかね。ちょっと後ろ解除あなんないやつですね。なんないです、はい、こちらもついてます。そしてあとはリアの側にシモコラボになってて、はいはい、オーリンクスも黒くなってて、でエンブレムも黒くなってて、あとここねディフューザーも、あリアのディフューザーもカーボンと、はい、この真ん中のラインだけカーボンってことですよね。そうですね、はい、そしてあとはボディ色とグロスブラック、はい、でマフラーのエンドもそれは RS のエキゾーストがついているので黒になりますね、はい、オプションのやつがついている、はい、そしてこの最近ダミーなんかも多いですけど、はい、ちゃんと中身も入っている。これもちょっと音後で聞いてみたいと思います。じゃあ続いてトランク見てみたいと思います。トランクの方が足で開けるやつがあついてますね、はい、こんな感じで。そしてトランクが余裕の容量、605リッターということで、はい、もうこのでかいボディサイズですから、はい、トランクもさすがでございます、はい、そして今回おまけでウェザーテック、はい、これアメリカの、 あのシェードとか、はい、あとフロアマットとか専門で作ってる会社のやつなんですよね、はい、だからもう車種専用でぴったりなんですよ、はい、なんか純正オプションじゃないですかっていうぐらい。あ今回アメリカ行った時それに関係はないですか。関係は残念ながらないです。ないですね、はい、こちらが装着されていると、はい、そしてもう積んでみますか。はい、じゃあちょっと参考に。余裕じゃないでしょうか。こんな感じで、はい、まあ、だからシート倒さなくても全然余裕ですよね、はい、2バックぐらい、はい、もしかしたら3バックぐらいいけるかもしれないという、まあ、バックのサイズによってはいけるんじゃないかな。そして助手席側の方にスイッチついてますんで、これで最大マイナス65mm、はい、結構だから低くなるんですよね。そうですね。でこれ使ってる人っているのかな。まあ、女性の方なんかは60ミリ違ったら結構持ち上げる時なんか違うのかなと、まあまあ、僕ら男性の男性陣であれば全然問題ないと思うんですけど、はいはい、まあでもね、ここの、ね、傷はやっぱり気になったりしますからね、はい、なのでこの辺もあの部分的にプロテクションを貼ったりもできるんで、まあ、トランク対応される方なんかはここ貼るなんていうのも非常におすすめです、はい、そしてこの下にもちょっとだけスペースがあって、サブウーファーと、はい、パンク修理キットはこんな感じで少しだけ収まっております。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。当然のソフトクローズ付きで、そしてこれあれなんですね、このドアノブ系もワイヤーじゃなくてスイッチなんですね。なんで引いてこうスイッチが反応するとカチャッと開く感じ。そして中を見るとこれがホームページに空間の広がりを感じさせる水平基調のダッシュボードっていう風に書いてあったんですけど、確かにそう言われると随分水平基調ですね。うん、なんかポルシェの992とかにもつながる。あそうです ね、 出ますね。なんかちょっとクラシックさも感じつつ、うん、ちょっとその車の水平が分かりやすい、そしてメーターフードなんかも割と低い、こんな感じのダッシュボードになっております。そしてそこに収まるのは 12.3 インチのバーチャルコックピット、そしてあとはナビゲーションなんかは 10.1 インチの MMI ナビで、その下に 8.6 インチのロアスクリーン、そこでエアコンの表示だったりとかできるようになってると。であとは、ドアの方に行きまして、バングの方が標準になっているということ で、 でこれが17スピーカー 730W 16チャンネルということで、もうこのゆとりの空間でなおかつ音質も最大限楽しめるような感じになっております。そしてシートの方は RS のインテリアが入ってるんで、バルコナレザー、これいろいろ資料見たらデジーノとかメリノ
BM のインディビジュアルなんかよりかも細かい脂肪なのが特徴なんですよね、うん、細かい脂肪っていうかもうほぼツルツルっすよね。そうですね、はい、でこれが、ノンクロム、要は皮をこうなめすときにそのクロムってなんかその物質なんですけど、それ有害物質なんですよね、すごく、うん、それをなんか使わないノンクロムのなめしらしいですよ。で、まあ、ワーゲンアウディグループで、まあ、ノンクロムにすることによって、まあ、地球環境にも配慮してますよっていう、そんな感じのレーサー。そしてこのステッチがいいですよね。そうですね、ちょっとおしゃれだし、はい、なおかつこう座った時の感触めっちゃ良くないですか、はい、でもアウディもなんかこれが定番になって感じますよね、なんかこのデザインがね。このステッチでなんか背中とかお尻こんとかすごくこう沈み込む感じするんですよね、うんうん、ちょっとこれこの後乗ってみたいと思います。そしてパネルの方がカーボンツイルパネル、これオプションの方が入ってると、はい、標準がアルミニウムレースのシルバーのパネルです、はい、これでも結構室内のインテリアの、バランスが、ね、イメージ全然違いますね、だいぶ違うんじゃないかな、はいはい、こんな感じの室内になっております。じゃ続いて乗ってみたいと思います。一応 RS-Q8 の、はい、光るスカーフプレートがついてて、これカーテシーもアウディスポーツのカーテシーが、はい、でマットも小島さんに教えてもらって覚えました。高いマット、はい、高いマット、はい、入ってます。そしてなんかめっちゃ乗り込みやすいですね。そうなんですよね、これ、まあ、後でね、段差がないです。段差がすごい乗りやすいんですよ、はい、なんかもう全く感じ一切ない。さすがにちょっと車高は高いんで、うん、こうよいしょって感じありますけど、ここがないだけでだいぶ乗りやすい、うん、そしてシートの方は僕のだらしないボディもしっかり包み込んでくれる感じです、はい、で調整の方はスタンダードな調整プラスナバサポートって感じ、はい、一応、はい、あのマッサージ機能オプションですね、ついてあついてますルンズついてます、はい、で今回の車はマッサージもついてると、はい、ベンチレーションシートヒーターも両方ついてると、はい、だいぶいいです、はいはい、そしてやっぱりこのパンチングとこのステッチがすごく効いてるかな、はい、座面ちょっと柔らかめで、はい、横も全然高くない、うん、そして柔らかいんですけど、うん、すっごいこうしっかりこうサポートしてくれる感じがします。 で、ね、でステアリングの方はこれ毎回言ってるんですけど、はい、集合体恐怖症の人は、はい、ちょっとおやおやって思っちゃうかもしれないですけど、はい、握り心地はすごくいいです、はい、ちょっと細めので、最近特に D シェイプっぽいじゃないですか、はい、そんな中この深淵の、はい、でしかも全部細い、はい、でマルチファンクションがついててバトルもついてて、であと ACC もACC があれなんですよ、250キロも使えるんですよね。使えます、はい、こちらもついてると。で一応リミッターに250なんです、これ。あ、なるほど、はい、であとはもうサポート系がすごいんですよね、アウディプレセンス、はいはい、80キロぐらいまで人とか自転車見る機能だったりとか、はいはい、その辺も全部ついて、バックの警告、はいはい、その辺なんかも全部ついてると、はい、ちょっとかけていいですか。はい、はい、でメーターはこんな感じでもうフルデジタルの、はい、でなおかつこれあれなんですね、あのアナログ表示がほぼないんですよ。ないです、はい、だメーターもこれなんですね。そうです。でちょっとその RS ってその走りの要はグレードなわけじゃないですか、はいはい、で走りのグレードってどうしてもこうアナログのメーターの僕イメージなんですよ、はい、一切ないんですね。なんかもう RS って言ったら一応走りのグレードなんで、はい、こうしたいわけですよ、はい、アナログのね、アナログね、はい、が一切ないという、はい、でこれモード切り替えしても、はい、基本的にちっちゃくこの出るだけでないんですよね、はい、ここのビューでこれでしょ、こんな感じで変えるしかないんですね、はい、だからもうなんかすっごい真面目だなと思ったんですよ。レクサスみたいになんかこう、はい、ウィーンって動いてる、あ、はいはいはい、もうなんかポルシェみたいにもうどうにかこうにしか5連にしてとかないじゃないですか、はい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 、もう完全にその情報を分かりやすくドライバーに伝えるっていう、もうそれに徹底してると。ただ逆にこうナビとかはめっちゃ見やすいんですよね、はい、はい、このおなじみの、はいはい、こちらになってる。そしてあとはこっち、はい、この辺もこれあれっすね、マイクロファイバー必須っすね。あ、指紋が、ね、指紋がね、はい、でもこれあれじゃないですか、押した感じがすごい良くないですか。ちゃんと分かって、ちゃんとそのクリックが戻ってきますよね、はいはい、この辺なんかも。いやでも最近結構なんかやっぱりちょっと物理キーだよねっていう空気もあるじゃないですか、うん、はいはい、でもこの辺はちょっと好み分かれるかなと、うん、ただスマホとかタブレットに慣れてる方であればだいぶ使いやすいかなと思いました、はいはい、でメディアは一通り揃ってますんで、うん、この辺はまあ説明不要かなと、うん、車両ね、はい、ドライブセレクトとか、うん、RS モニター、はいはい、これもついてる。そして
車のサポート系もすごいんで、これ今ドア開いちゃってるんで出ないんですけど、はい、あれこれ 3D 表示もドア閉めるとシートがあれだね、縮むね。あった、設定したシートに。あ、本当っすか、うん、そんな機能もついてる。そして 3D 表示でこんな感じ でやっぱりこれだけ大きい車なんでちょっとどうかなっていうのあるじゃないですか、うん、はい、全部この辺把握できてるのはいいかなと。で毎回言ってますけど、黒いパッケージ入れたらちゃんとここを黒くしてほしいです、僕は。それはもうノーコメントで。すいません、失礼しました、はいはい、こんな感じのナビになっております。そしてエアコン周りが、一応4ゾーンということで、はいはい、フロントデュアルの後ろもデュアルになってると、はいはい、でステアリングヒーターもついてると、はい、欲しい機能はもう大体ついてますよね。もうついてますね、はい、はい、こんな感じ。そしてドリンクホルダーと、ちょっとビアノブラックのインテリアなんでやっぱりマイクロファイバー必須っすね、はいはい、ちょっとささって拭きたいです。拭きたいね。でシフトもこの超真面目なシフトですよ、はい、シフトなんてもういろいろやりようがあるじゃないですか、うんうん、クリスタルにしてもいいし、はい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 、ボタンにしてもいいし、はいはい、色気がなしね、はい、全くないですね、はい、めちゃくちゃ真面目です、はい、そしてもう超分かりやすいサイドブレーキとアデムソップ、はい、そしてアームレストはこの高さの変えられるタイプ、はい、そして開けると、置くだけ充電と、はい、あと USB のタイプ C かな、はい、2系統がついております。はい、ここら辺ってアウディ全然変わらないよね、デザインが ね、うん、でこの辺もカーボンとあと赤スティッチが入ってたり、この辺もレザーなんですね、はい、質感はすごくいいです、はい、そしてペダルはもうおなじみな感じです。フットレストも大きめでめっちゃ広いですね、足元。どうですかフットレスト。めっちゃ広い。フットレスト足元フェチのツッチーで、はい、最高です。最高ですか。結構こう欧州車右ハンドルだとこっちフットレストが犠牲になっちゃってる車少なくないですか、はいはいはい、AMG GT とかもなんか半分ぐらいになっちゃったりするじゃないですか、うんうんうん、ハンドル全然ないです。はい、めちゃ広い。そしてドセンターなんで割と運転しやすいかなと、こんな感じの足元になってます。そして上に行くと上は全体的にファブリックなんですね。ピラーもそうだし天井もそうだし、バイザーもちょっとこの毛足が短いやつですけどファブリック、はい、こんな感じで、この辺もめっちゃ真面目だなと思ったんですよ。なんでなんかもう BM の高いのとかこういうのになったりとか、まあまあまあね、キラキラしてたりするじゃないですか、はいはいはい、もうちょっと信じられないぐらいこう、はいはい、真面目武骨で、うん、そしてサンルーフはこの電動のシェードと、はい、はい、こっちですか、はい、失礼しました、はい、シェードとこれは別なんですね、はいはい、これはオプションですね。サンルーフがオプションのがついております、はい。じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。後ろも当然ソフトクローズがついてて、開けるとこれ僕びっくりしたんですけど開口部こんな大きいんですね。乗りやすいんですよ。めっちゃ乗りやすくないですか。乗りやすいんですよ。こんなにえぐれてるんですよだって、はい、これだからちょっとね先に乗っちゃいましたけどすごい乗りやすいんですよ。これ乗りやすいですね、はい、でしかも高さもないじゃないですか、はいはい、だからもうスッて乗れる感じで、はい、ちょっと今回僕も乗っていいですか、はい、広い広いんですよ。ちょっとあの僕見え張ったシートポジションですけど、はい、それでも全然拳2つぐらい、はい、うん、あのセダンのロングとは言わないですけど、うん、普通 の、 あのビッグセダンぐらいの後ろの居住スペース。で一応ね、はい、リクライニングは少しだけ、はい、余裕があると、はい、このちょっとでもだいぶ違います。違います。で後ろの座面は割と柔らかいです、うん、背中も柔らかいです。ヘッドレストも割と柔らかいですね、うん、めっちゃ快適です、うん、そしてエアコンは4ゾーンということで、ここで、はい、細かく設定ができます。そしてシートヒーターもついてて、はい、シガーソケットが下に2つ、はいはい、ついております。ここも低いのいいですね。ここねなんかね、いいよね。なんか5人乗っても大丈夫そう、うん、そしてドリンクホルダーがちょっと可愛いの、はいはい、これでっかいのいけないですね、はいはい、ペットボトルいけないですよね。これいけないんじゃない、いいんじゃない。あとこれシェードが、はい、めっちゃいいじゃないですか。ついてます。なんか下手なセダン買うより全然良くないですか。なんか装備もスペースもいいよね、はい、走りもいいよね。そしてマップランプと、はいはい、そして高さ的には僕身長175ですけど全然十分。全然全然、はい、拳1個以上入ります。そして横が小島さんとのこの距離が、うん、ね、ちょっとソーシャルディスタンスじゃないけど取れてますよね。ちょっとねあるよね。だいぶ後ろが広いです。これいいですね後ろね。
すごい。でもファミリーカー使いだとだいぶいいなと思います。めっちゃ速いし、ね、はい、快適だし、はい、で子供乗り降りも、まあ、ちょっと車高の高さありますけど、はい、ここなんか踏んづけちゃう感じもないじゃないですか、うんうん、はい、かなり快適なリアになっております。じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います、はい、ちょっと正直に言います、はい、あのだいぶ知識が薄いです今回。あの Q8 いろいろ調べたんですけど、はい、あの出てこない。出てこないですね。出てこないです、はい、とりあえずホームページと、はい、あとあのカタログとか全部見ましたけど、はいはい、あのそんなに掘り下げられなかったです、すみません、はい、でスペックの方が、はい、3996cc V8 ターボの600馬力、はい、600馬力ですよ。600馬力ですね、はい、600馬力出てそうな感じしなくないですか。そうですね、はい、はい、だそれ逆にそのギャップすごいいいなと思います、はい、で一応トルクの方が 81.6 キロということで、はい、これさらにシリンダーオンデマンドとか、はい、その辺もついてるということで、はい、感じれるのか感じれないのか、はいはい、あのシリンダー休止するやつです、はいはい、4気筒になるやつ、それもついてるので、はい、まあ、この後乗ってみたいと思います、はい、あとそれに組み合わせるミッションの方が配速ティップトロということ、はい、あとパフォーマンス的には0100 3.8秒ということで、はい、この 2.5 トンぐらいなんですよね、うん、2400いくつか、はい、それが 3.8 秒ってやばくないですか、はい、そうですね、ミサイル、ミサイルですよ、ミサイルバーンっつって本当にそんな感じですよね、はい、この重量級の、はい、でなおかつその分かりやすい、こう速いんだぞっていう感じがない車、はいはい、この後どんな発表するのか、あとあれですね、マイルドハイブリッド、あ、48V のマイルドハイブリッドが一緒にくっついてると、はい、でこの後ちょっとどんな発表するのかちょっと走ってみたいと思います、はい、続いて店頭周り見てみたいと思います、お願いします。続いてマフラーの音聞いてみたいと思います、お願いします。行きましょう。あれ今日のうんち来ないんですね。あの残念ながら勉強不足です。いやいやいや、でもねこれやっぱり調べるじゃないですか、はい、買うあのこう、はい、査定依頼やったりとか、はい、情報が本当少ない。でもネットで検索しても、うん、あの市場レビューみたいなあんまり出てこないんですよ。そう、出てない。動画が少し出てくるかなっていうぐらいのところで、うん、でも結局さ、まあ、さっきもちょっと話したけど、はい、みんななんかウルスみたいな感じで話すけど、はい、やっぱウルスじゃないんですよね、対抗。はい。カイエン。うん、カイエンとか。シャージとかあの辺が全部共通ですからね、うんうん。引き合いに出されること多いですけどね。で、ありがたいことに私もカイエンも乗らせていただきましたし、うん、ウルスも乗らせていただきましたし、うん、実は RSQ8 はブーンって走り出したことはないんですよ。うん、初ですか？初です。初ドライブ。ちょっと素人レビューを。ていうかステアリングめっちゃ軽いっす。軽いです。こんな軽かったでしたっけ。まあ今モードオートっすけど、うんうん、ハンドルがめっちゃ軽いっす。乗りやすい。まず乗りやすいっていうかちょっと不安になるぐらい軽いっす。ただわかんないっす、アメリカ帰りでいろいろバグってるんで。いや借りたレンタカーがちょっと強烈で、うん、全然ブレーキ効かないんですよ、まあ、どこの車だか言わないですけど、ブレーキの動力が全然一定じゃないんですよ、うん、急に効き出して奥が効かないみたいな。それはアメ車？いや、ノーコメントでお願いします。本当にそうなんだ。そんなにそうなんだ。うわ、国が違うとやっぱりこんな車の作り違うんだなと思って。あ、ちなみに日本では売ってないやつでした。ああ、はい、そうなんだ。びっくりしましたね。わ、柔らかい足。ちょ
ちょっと最近あのリアクションがおっかまっぽいって言われるんですけど はい、あ、そう、え、すごい、なんか全然違うじゃないですか。いやいや、ごめん、もうガーしか入ってこなくなった今の話しかね。あ、シートベルト今引いてくれました。はい、ですね。え、カイエンと全然違うですね、もう乗り出しが。違う、全然違うですよ、違うんですよ、はい、違うんですよ、違うんですよ。なんかビッグセダンみたい、うん、すごい乗り心地いいし、ステアリング軽いし。え、こんな違います。カイエンってどっちかっていうとよっぽりなんか外とつながってる感じするじゃないですか。スポーティーさが出てる。うん、そうそうそう、運転してる感じがして。確かに。それはあんまり感じないですよね。え、全然違いますよ、本当に、うん、びっくりした。ドライブ、はい、この辺なんか、この辺はちょっとあれですね、本当にマイクロファイバー積んどかないと、うん、はい、わ、パワーある、乗りやすい。でもアウディって RS 系って比較的、あの、前もそうですけど振り幅大きくないですか、コンフォートとスポーツの。あー、確かにそれはあるかもしれないですね、うん、もちろん RS なんで、うん、ちょっとなんかその芯の硬さみたいな感じますけど、うんうん、全然ゴツゴツした感じ、タイトな感じは全くないです。本当にあの高級なビッグセダン乗ってるみたいな感じです、うん、このパワーカーもそうだし、車のこの静粛性もそうだし、あ、マッサージですね、マッサージ入れときます。おお、マッサージでも使ってもいいんですけど動画で全く伝わらない今こう背中が2つずつぐらいこう押し出されてる感じです、うん、いや、長距離乗るとマジマッサージのありがたさがよくわかりますよね、うん、ベンチの効き、ベンチレーションの効きもちょっと、はい、お願いします。やりましょうか、今日はね、夏の時期ですからね。そして視界がびっくりするぐらいいいです。あれ、ベンチすごいいいね、すぐ涼しくなる。あ、すぐ涼しくなる。背中もすごいっすね、これ、うん、座面もそうだし、あ、背中、腰すごいね、これ涼しいっす。あ、これすごいいい。そしてミラーも窓も全部視界がすごくいいっす、うん、この嫌味のなさが一番かなと思うんですよ、このギャップと、うん、いざとなったらもうカイエンとかウルスと並んで走ってるけど、うん、まあ、もちろんウルスの方がパワー出てますけど、うん、そのぐらいのポテンシャルがあるわけじゃないですか、うん、で、この真面目な外観と内装、うん、パッと見だから Q8 と見分けつかないですよね、普通の人だったら。まあまあ、そうですね、うん、詳しい方であればすぐ分かりますけど、うん、あえてそこを狙ってるって感じも。そうですね。うわ、出足めっちゃいいな。で、乗り心地は今オートですけど、うん、もう抜群にいいっす。すんごいフラット、うん、23インチだけど全然硬さないっす、うん、でもやっぱ23インチぐらいの大きさとあれがないと、はい、このパワーを発揮できてきた時に受け止めきれないんじゃないかな。あ、まあ、確かにタイヤの扁平もありますからね、うん、ちょっとじゃあ早速ダイナミックにしていいですか。ダイナミック、そうするとちょっと車高も、はい、下がるわけですね。で、アイドルアップして音も、はい、うわ、ブレーキもいい感じ。ちょっと踏んでいいですか。はい、おおおお、早い、お早い、早いけど、なんかすっごいもう受け止めてくれますね、うん、バギャーみたいな感じじゃなくて、うん、なんだろうね、行くぞみたいな、ほら行くぞみたいな、あってっからグワーって、うんうんうん、なんだろうな、おーっていう感じ、なんつったらいいのかな、ビッグセダンのあの加速みたいな感じですよ、うん、スポーツカーじゃなくて、うん、こう引っ張られる感じじゃなくて、はい、腰の後ろからこう押し出してくれる感じですね。え、これちょっとあの遠く行きたいんですけど、遠く、はい、旅行に行きたいです。旅行にね。だって良くないですか、この圧倒的なパワーとこの快適装備と、うんうん、で、後ろの人も超快適なんですよ、うん、今日はカメラマンさんが後ろに乗ってますけど、後ろはどうですか。いや、ものすごくコンフォートですね。コンフォート、なんかセダンみたいだね、本当に。カイエンターボの方が荒々しいですね。そうだね、スポーツカーって感じなんですよ。 SUV の形したスポーツカーって感じですけど、これなんか SUV の形したビッグセダンって感じですね、うん、いや、これ本当に違いますね、全然カイエンとウルスと。違うよね、違う、うん、びっくりしたんです。僕でもウルスそんなにがっつり乗ったことないんですよ。あ、そうなんですか、はい、
僕もそんなに撮影でちょろっと乗らせてもらっただけですけど、うん、ウルスってもう側もそうだし、うん、内装のちょっとこのスイッチ類も、うんうん、もうなんか全てが気合が入ってる感じでしょ、そうそう、うん、全てが儀式じゃないですか、うんうん、なんか使いやすいとか使いにくいとか全然そんなの関係なく、うんうんうん、いやこれかっこいいでしょっていう、うん、はい、そんな感じですけど、めっちゃ乗りやすい、だからステアリングフィールもナチュラルだし、でステアリングも全然クイックすぎないんですよ、うんうん、はい、でダイナミックでもうそんなに機敏なこうステアリングの感じしないんですよ、うんうん、はい、最初の遊びは割と大きめに取ってあって、うん、奥でゴクって聞く感じです。でアクセルレスポンスもそんな極端にこう、うん、RS でも機敏にならないです。エンジンとかマフラーの音もなんか聞かせてる感じしないんですね。ああそうっすね、うん、だから静かですよね。静かですね本当に。 RS って聞いてちょっと拍子抜けしちゃうぐらい静かですよね、うん、ちょっとそれはちょっとあれ足らないかなって感じはしましたね。そうですね、人によっては大丈夫ですよ、うん、各チューナーがスタンバってますから、うん、パーツもあります、はいはい、だからこの真面目な車を不良にすることもできます、うん、できるね、はい、個人的にはちょっと真面目にそのまま乗るのがいいかなと思いますけど。マフラーでも今パーツ業界ってどうなんですか。パーツやっぱり供給はやっぱり全然ダメなんですか。遅い。いやカーボンパーツは各メーカーやっぱりちょっと納期遅延が出てるっすね。ああ、うん、なんか大元の素材のところでやっぱり滞っちゃってるみたいです、うんうん、マフラーとかは。マフラーはあんまり聞かないですけど、ただマフラーに関しては日本のその規制の方が厳しくなっちゃってるんで、うんうんうん、なかなかちょっと交換するのは難しいかなと思うんですよ、うん、ただつい先月ドイツ行かせていただいて、うん、まあ、車 Q8 じゃないんですけど、カイエンの、うん、ターボ GT かな、うん、エンジン一緒じゃないですか、うん、ダウンパイプ変えた車、はいはい、聞かせてもらったんですよ、はいはい、めちゃめちゃいい音するんですよ、びっくりしました、まあ、言っても4リッター V8 ですからね、まだまだパワフルさは。だこの先だいぶ怪しいですよね。怪しいというと、でハイブリッドになったり EV になったり、はいはい、特にアウディ結構 EV 力入れてるじゃないですか、はいはいはい、でこのパッケージはもう今後ちょっと厳しいのかなっていう感じはしてます、はい、でもしかしたら次出るのはもうちょっとエンジン小さくなってハイブリッドになっちゃったりとか、はいはい、もしくはイートロンのでっかいのが出るかもしれないとか、うん、だから今がちょっとこれ乗っときたいところですよね。楽しめますか。楽しめると思います、はいはい、本当に乗り心地いい、びっくりした、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。すげえミシミシ言いますね結構ミシミシ言いましたね今、はい、分からないです。いやこれでもいいっすね、ちょっとでも大人ですね。大人だね、はい、うん、ちょっとやんちゃなのが欲しい人はちょっと物足りなく感じちゃうかもしれないですけど、うんうん、でも嫌味なのが嫌な人とか、うんうん、はい、本当になんかセダンみたいに乗りたい人にはすっごくいいなと思いました。装備もいいし。本当ですか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ最後になりますけども、はい、めっちゃ良かったっすね。良かった。はい。なんかこの僕の勝手な個人的意見ですよ。はい、嫌味のない感じ、威圧感ないじゃないですか。威圧感ないですね。はい、まあ、もちろん車を知ってる人からしたら、はいはい、いや、RS だって感じしますけど、はいはい、例えばウルスとか、はいはい、カイエンみたいな、はい、なんか分かりやすいこう威圧感ないじゃないですか。はいはいはい、だからすっごくいいなと思ったんですよ。はい、でしれっと本当に、まあ、スペック的には250キロで巡航できるようなスペック、こんな車他にないなと思ったんですよね。確かにそうですよね、うん、であとはもしこれで、まあ、もちろんそういう車なんで、はい、そうやって乗っていただくのがいいと思うんですけど、はいはい、もしこれをベースに逆にもっとこう分かりやすくしたい方は、はい、なんとこれマンソリーが出てるんですよ、はい、来ると思いました。来ると思いました、はいはい、これすっごく真面目な車なのに、はい、ちょっといじり方によってものすごく不良にできるっていう、はいはい、ちょっとそういう振れ幅の大きい車なのかなと、はいはい、でご相談いただければもちろん、はい、ボンドカーズアリーナでもそうですね、はい、フルマンソリーこの車ということもできますんで、はい、お気軽にご相談ください、はい、というわけで今回はアウディ RSQ8 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。